九州が前受け、中段に中部、愛媛勢が後ろから3番の泉は現在は5番手。さあ前受け、後ろを振り返った山本、動いたのは3番の泉。後ろから愛媛勢がまず前を抑えました。残り800を切って3番の泉が先頭に変わる。そして切り替えで中部勢は中段の立ち回り。これで山本が後手に回ります。後ろから抑えて3番の泉が先頭、追走が4番の谷、3番手には6番の竹地、4番手5番の小川で金が入って3コーナー。後ろから1番の山本、ここで九州勢が巻き返していく。さあ7番の安藤がちょっと口が開いているが、あとは5番の小川が一車車を進めて3番手まで上がってまいりました。先頭が1番の山本に変わる。そしてここで2番手にはまったのは3番の泉、追走が4番の谷ヒューマ、あとはこの後ろで5番の小川が安藤をさばいてまいりました。飛ばす1番の山本、そして2番手追いかけていって3番の泉に4番の谷です。そして5番の小川が現在は4番手。さあ縦長な展開、1番の山本がこのまま逃げ勝負、4コーナーを回ってくる。先頭は1番の山本、山本先頭で五輪、2着は4番の谷か。